ジングルベル鈴がならねえよ畜生が。はあ、今年もこの時期がついにやってきやがったか。メリークリスマスイブなんだよイブって。いちいち不愉快な思いさせやがって。こんな日の早朝から俺はポケモンの収録来中の顔すらもイライラするぜ。エレクトロニカルパレードってか。まあポケモン自体も全然最近なんかうまく勝てねえし、なんか俺を勝たせてくれる最強のポケモンをプレゼントしてくれるサンタさんとかいねえかな。エミタ君、え、その声はもしかしてドラなんとかさんじゃないですか。最近頑張ってるエミタ君にどんなポケモンを使っても勝てる最強のポケモン今日は持ってきたよ。どんなポケモンを使っても勝てる最強のポケモンなんか言ってる意味よくわかんないけど、それは強えや。じゃあまず引いてごらん。行くぞ。タラタタタターン。相手も引っ込めた。やべえって、合わせられたぞ。カビゴンなら大丈夫だよエミタ君。君のポケモンは最強のポケモン。チャラタチャッタチャーン、ドラパルド600足だー。はい、ということで今回はね、このドラパルドを使って、あ、すみません皆さん、メリークリスマスドラパルドを使ってやっていきたいと思います。さあ、割と俺収録時間が残りあと2時間以内に投稿しなきゃいけないから焦っていて、竜の舞を回っていくぜ。俺のドラパルドは竜舞採用型。これね、発売してから俺使いたくて使いたくてたまらなかったこのポケモン。ほら大根、使いたくて使いたかったこのポケモンをね、ようやく使う日が来たということで、相手が原太鼓カビ、これダイマックス切ってくるパターンですよね。でしたら、いや、原太鼓カビゴンが、いや、わからんな、これ、そのままダイマ切るのは間違いないんですけど、まあ、体力見て気づいた人多いと思います。このドラパルド、なんと、HA です。S142 の最速、すべてのガラル地方のポケモンの中で一番速いドラパルドに、僕は S を振っていない、あえてね。ここドラゴンアローじゃなくて、大ドラゴン行きましょうか。まあ、なぜ S を振ってないかというと、これね、竜の舞を覚えるんですよ、こいつ。ただ、竜の舞をそもそも使うやつが一人もいなくて、そもそも竜の舞をこいつが覚えるということは俺は知らなかった。ドラパルド、俺こういう中ポケみたいなの使ったことないけど、この種族って竜舞して、AI2 回攻撃のさ、ドラゴンアローとか言わず持ってるやつが負けるビジョンある。さあ、これでダイマックスする前提なんで、HP にね、振ってあるんですよ。だから、HP390 まで跳ね上がる。よって相手の腹太鼓を進んでもタイプピッチャー技はカビゴン打てないと思うので、1段階下げてカビゴンの5段階アップ系となら耐えてみせろ。まあ、こっちまだねリクレクター貼ってあるんで、でここでワンポイントアドバイス。まあ、クリアボディで能力を下げられないっていうのも大事だけど、今の環境は壁が流行ってる。大ドラ君、俺のドラパルトはそれに抜け出す。これによってこの程度のダメージカビゴンな、あタタタタタン急所関係なかったね。っていうか急所でこんぐらいなの。大スキル痛くねえぜ原太鼓。そんだけ積んでその程度か。さあ、このポケモンがなぜ最強と呼ばれてるのかお前に分からせてやるよ。ここはちょっと相手1段階上がって、さっき急所だったんで、まあちょっと普通に大ドラグーンでいいでしょう。後ろに、ね、フェアリータイプはいなかったんで、さあこの首元の矢印3つが何を表すか分かるかお前に。そうクリスマスツリーさ、メリークリスマス。まあ、なんかクリスマス動画を上げようかなみたいなことをせっかくだから考えたんですけど、実写の方でクリスマス動画ちょっと撮りすぎて自分のチャンネルでシャツと繁盛のチャンネルで1本上がるんで、まあ、クリスマス記念はそちらを見てください。去年のクリスマスとかは2日連続でスマブラの企画やってた気がするけど、それもそこからもう1年って思うと早いですね。さあ、大ドラ軍ですり抜けたカビゴンを倒していく。でライチュウは、まあ、術ジャック光の粘土だと思うので嫌いな好きかな。まあ、壁の消費弾見れば分かるわ。残りダイマックス一旦ある状態でこいつを止めるやついんの。 S 無ぶりでもね、こいつ100なんだろう、純速で180だっけな。ちょっと見ますか。はい、ロト文語出てきたこいつの、あ、今回一応ラムの実を採用していて、まあね、あくび対面とかも強いと。 S 無ぶりで162だからね。つまりスカーフ巻いてるやつらにもリュウマン1回積めば大体抜けるっていう。120族ぐらいまでなるべくいるんじゃないか。ここは技の威力的には同じか。だったら相手の攻撃を下げる意味はなく、このゴーストの大フォローがね、もうミミッキとトラパルドはね、打っとけばもう相手受けきれない。ロトム、ドラえもん強いよ、このポケモン、このポケモン強いよ。さあ、そして残り1体はどうせキアンタスキーを持ってるであろうライチュウかもしれないけど、なんとこのドラパルド専用技ドラゴンパルド、これによって相手の HP を2回削る。しかも威力100、命中100、過去最強だったガブリアスの上位互換のダブルチョップより強い技持ってんだよ、こいつ。こいつ使って負けるやつとかおる？ちなみにまあこいつ使ってるやつを今まで何人勝ってきたことかって感じなんですけど、さあもうすり抜けることによってお前のライチュウが知ることは確約されてる。一発目発射、どんぐらい入るんだろう。そもそも一発で急所なんかすり抜けなくても勝てそうな試合だったな。はい、ということで今回はね、クリスマスぐらい強いポケモン使ってもいいでしょうということでドラパルドを使ってやっていこうと思います。チッチさん対戦ありがとうございました。はい、それでは2戦目やっていきましょう。うわ、相手のパーティー600族2体にな、クリスマスだからって張り切ってやがる。パーティーに1体しか600族入れれない決まりにしようぜ。さあここは僕はまあドラパルドで結局全員やるんで、エルフーンとオーロンゲという、まあ、王の護衛を2体つけて、あとは王者ドラパルドで任せましょうか。まあ、一番強い600族は誰かってことを分からせてやるぜ。さあ行きましょうか。バウンスタジアム、ベリーサさん対戦よろしくお願いします。メリークリスマス。さあすごいなんか女の子らしからぬポーズをとっていたが構わん、一向に構わん、むしろアド、すごい奇抜な、あ、これクリスマス意識してるファッションかもしかして。緑と赤が白ってことは左馬から来た、これ読み通り左馬から来ることを予期して、僕はエルフーンで、まあ、スカーフなんで追い風をまいてしまえば上を取れるから、ここは追い風で、追い風を決め上げていいでしょう。まあ宿歴でもいいな。さあボールに対して相手がダイマックス切ってもらった、だったら2回行動できますね。キアンタスキー今回持たせてるんで、脱出ボタンは、まあ、前回のパッチラゴン構成以外では使わない。つらら落としこだわりゴリ夢中してるんで、このままつららしか打ってこれないですよ。トンボ帰りでちょっとお茶を濁されるのが一番辛かったんですけど、ここはもう置き土産でいいでしょう、退場で。さあまずもう十分エルフーンは仕事をしてくれたと、あとは任せろ。そういや大の大冒険がアニメ化されるって聞いてアビ共感してるんですけど、なんか全然情報を最近仕入れてなくて、大の大冒険がアニメ化されることと、あとキングダムハーツのあれがようやくダウンロードコンテンツの日が発売されたってことと、発表されたってことと、フェイトGOの新章がいつの間にか来てたってことを同時に全て知って、俺ちょっととんでもない失禁状態だったんですけど、体中から駅という駅が出た。はい、ここ相手2段階下がっていて追い風も回ってあるんで、まあ、引いてくると思うので竜舞待っていきましょう。まあ、突っ張ってきた場合も一発は耐えるから、大巻きってゴリ押ししてくるかな。鉢巻きゴリ夢中とかいうパリピー妖怪ウォッチじゃなければ大丈夫だと思うんですけど、さすがに追い風巻かれて上も取られてる状態で最後っぴもできない、引っ込める。オッケー。それに対しての竜の舞ドラゴンダンス、ネギがないと。こいつ負けん気じゃなくてあれだよな、肝っ玉だから貫通してくるタイプで、ここで竜の舞を1回やったことによってもうスカーフヒアルマより早いよ。こいつに対してだったらもう1回詰めそうな感じあるけど、どうしような。まず大フォローか大ドラグーンか、一発耐えられそうだな。大ドラグーンで大魔切ってきたら一発耐えられそうだから、相手の栄養を落としていきましょう。そう、ダイマックスを切っていく。止められるかな。 HP400 近いこいつを、まあ、弱点保険とかも相性良さそうなんで、まあ、そのための鋼の翼、まあ、ミミッキュ対策で入れてるんですけど、大文字は入れてないですね。まあ、そもそもイジップだから C ダウンなんで、こいつの優秀なタイプと、種族値でちょっとね耐久値を減らしたくなかった。はい、大ドラ軍がどのぐらい入るか。相手大マックス聞いてこなかったな。だったら飛ぶぞこれ。オッケーじゃない、待ってこれタスキカウンターだ。おいお前そっち B 優秀なんだからタスキカウンターだ。タスキ肝っ玉カウンターだこれ絶対。あれ、考えすぎ、あまりにも考えすぎた俺は。追い風がやんだが、ここ大失礼で B 上げていきますかいや危ねえ、タスキカウンターかと思った。あ、フェイントノーマルタイプの技でガンガン殴られていく。あれねたまにいるんすよタスキカウンター型。ただネギナイトは H 最大まで振っても168なんで、まあ一応 HP マックスまで振ってあるダイマックスのドラパルトなら、まあ、カウンターでも耐えてたと。いう感じで、まあ、プラマイゼロ。お相手スカーフ引きだれば投げてくるかどうか。あ、投げてきたー。大魔、これ大失礼の入るか。威力120の240、130の、大失礼の入るな。ここ一旦大失礼から入っていって、相手大マックス切ってくるだろうから、で、間違いなくスカーフを巻いているんで、あー、なるほどね。大マックスを切ってこない。スカーフで上を取ってると思ったが、俺は竜の前でお前のことも抜いていく。そして大失礼で角1間違いなし。強えな、イジッパ。イジッパ竜の前待ってる状態で、ほんと止まんねえじゃん、こいつ。なんでこれみんな竜の前使わねえんだろうな。さあ、相手、ササンドラ、残り1体ドロだったが、でもギアンタ式使って、スカーフはあいつが持っているから、お前はもう死んだぞ。大マックスがまだ相手一応残ってるのか。だったらまだ勝負は分からんぞ。まだまだ勝負は分からない。ドラゴンアローで、まあ、削りだけ削って、弱点保険はさすがにないよな。オーロンゲが一応後ろにいるんで、タイプ相性は有利。悪タイプもドラゴンタイプも両方半減で受けて、H 振ってあるんで、ラスターカノン、大失礼だったとしても大丈夫。で、イカ様じゃなく、フェアリークラッシュを採用しているので、4倍弱点ついて吹き飛ばせるはず。まずはこのドラゴンアローで半分は削ってくれそうだけど、いやサザンドラ言うて耐久あるから、耐久というか600族だけあって最低限の耐久はあるからな。 H に振ってるか振ってないか。またあ惜しい急所だったらこれ言ってたな。強いこれとんでもない力だな。大ドラ軍さすがにこれは知りますね。お疲れドラパルト。相手のパーティーを半壊どころじゃなくて9割破壊するこのポケモン、そりゃみんな使うわ。さあ5詰めはこいつでいいでしょう。あと俺の負け筋ってあるか。大スチールでも耐えるし、いやないな。ソウルクラッシュで対戦ありがとうございましただろ。やっぱ脳汁出るな、強いポケモン使うと。本当に大スチールもったし、これはちなみに平気でございます。はい、それでは3戦目やっていきましょう。相手のパーティーリーフィアいるじゃん、分かってるね。そしてドラパルドがいる。このドラパルドの一番の弱点は天然ヌオーなんで、これでできそうだな。天然ヌオー対策持ってね、今回草技持ってるやつがいないから、パッチラゴンの火力とドラパルドの安定性で、まあ、ヌオーが来たらパッチラゴンエルフンに草技覚えさせておきゃよかったな。さあやっていきましょう。エンジンスタジアム、ゆりかさんメリークリスマス。いいな、なんかさっきから俺女の子っぽい名前のやつ当たってるから、クリスマスに女の子と一緒にゲームできてると思ったら勝ち組なのかな。やったやったよクリスマスプレゼントとか俺の視聴者でまだもらってるような年齢層の方は見ていらっしゃいますか。いいよなクリスマスプレゼントって。俺なんだったかな、クリスマスプレゼントすげえ印象に残ってるのは、俺ポケモンカードのマグワダンアクアダンのデッキをもらったのが一番最初かもしれないな。まあそれよりも前にもらってるんだろうけど、記憶に一番残ってるのはそれだわ。今小学校の頃もらったと思うんですけど、ここ宿れ着でいいかな。ムーンフォースじゃなくてハイパーボイスぶっ放してくるだけだと思うので、宿れ着か追い風か。置き土産して後ろの竜舞ドラパルドにつなげていく。いやそれでいいや、それしかねえ。宿れ着でやっぱり宿れ着置き土産でいいでしょ。竜舞あるから追い風はここで積む必要ないわ。さっきはスカーフ引きだるまに対しての追い風だったけど、ここ宿れ着植えつけてマジフレー。オッケー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 。でここ置き土産でいいでしょう。さあそれでおそらく相手が引いてくるか引いてこないかっていうところなんですけど、問題はいや宿れ着も植えたから引いてくるでしょう。置き土産入れたらニーフィア今回ハイパーボイス、あいや待って、フェアリースキンってダイマックスどういう処理されるんだっけな、あんま覚えてないけど、まあいいや。置き土産でパッチラゴンから出していくか。それか追い風巻いてパッチラゴンからでもよかったな。てか追い風巻いてパッチラゴンで3立てできるという、まあ甘い考えは置いといて、今回はねドラパルドなんで、ドラパルド、ドラパルドでも3立てできるしパッチラゴンでも3立てできるっていう幸せな世界。やべえ、ちょっと待って、俺パッチラゴンから出した方がいいって体中の細胞が言ってる。だってこれ相手がヌオー出してきたらチャラだもんな。ここで相手がヌオーだったらチャラなんで、いや初子貫徹。パッチラゴン出すんだったら追い風巻いた方がよかったもん。こう置き土産にしたってことはドラパルドを出さなければいけないためで、竜の舞舞います。ここ鋼の翼があるんでニーフィアは一応突破できるんですよ。あ待って、天然ヌオーでもこいつ突破できるのか、もしかして。天然って能力変化さ、ヌオーいるよね。天然の能力変化って色違い気持ち悪い。自分の能力、相手の能力変化を受けないかな。自分の B ダウンは影響するのか、ちょっとそれ知らんわ。大魔切るか。大魔切って だってこいつやってくることなんだ。自己再生とかだろ。あくびとかないし、ネット起きても結局あれですな。特性ちょっと調べよう相手の能力変化なのか自分の能力変化も関係ない。いやいけるよ、確か大フォローで。いやなんか生拳に俺大フォローでなんか押せた記憶あるんだよな。こっちの竜舞分の威力は加算されないんですけど、相手の能力加工は意味あった気がする。これ大フォローでこれ寄せたらやばいぞこいつマジで。もう止まんねえぜ竜の間一回待ってるから。で相手からもこっちに有効度ないと思うんで、なんだろうな、蓄える自己再生、まああとはネット地震とかその辺だと思いますけど。てか待って、それ以前に受け切れてない。天然大体 HP なのに毒毒。え、こいつ毒毒覚えるんだ、技マシンないのに。だが俺のやつラムの実だぜ。ケンタッキーフライドチキン食べ残し。ただ乱数臭いけど B がね1段階下がってるんで、ここの大フォローも相手は受けきれないと。マジでこいつ止まんねえな。守る持ってた。大マックスターンだけうまいことからされましたね。これカラサリス、大マックスターンがカラサリス、大マックスターンカラサリス地味に痛いんだけど、これのせいで何が痛いってあれですよね。ニンフィアに対して大スチールが打てない。これさ、これね普通に鋼の翼で B だけ上げるっていう手もある。大ドラグーンだけ大フォローで落とさなくても、むしろこいつを起点に、うん、こいつ起点にするか大失礼でどうせやれること独特なんで、独特だったらもうまだ A1 段階アップの鋼の翼で 2P は落ちない説あるから、そうそう、こういう風に絶妙に AP を残し、もう B2 段階下がってる状態だったら上からねドラゴンアタックしていけば倒せると思うので、はい、独特で絶対相手次のターン守るだろ。そこに竜の前合わせていく。まあでも竜の前1回見せてるからな、守るかどうか分かんない。ここちゃんと蓄えるじゃなくて自己再生してきたら偉いな。まあ自己再生でも結局押せるから関係ないんだけど、で2枚しないと相手がスカーフドラパルトだった場合上取られて大マックス切られた場合、多分さっきのサザンドラのダメージ見る感じで落とせないから竜舞舞います。いやこれがねフルアートじゃない強みなんだよな。一つ変化技があるだけでここまで安定感が増すという。さあ相手もマジ知ってるみたいな、今のとこミスチルミスターチルドね、いった声なんていわば英語と英語のクリスマスイブの深夜にこんな悲しい歌歌いながら動画撮ってるやつおる。まあ自己再生やっぱやってくるよな、偉いな、ちゃんと自己再生してきた。ということは次守ってくるかな。次守るよなこれ、さすがに守りそうなんで。てかシャドウダイブでいいか。ゴーストダイブって威力90低いな、威力90低いな。いやドラゴンアローもします。あれ守る貫通だからいいやと思ったけど、今なんか変に読まれてここもう一回自己再生されるのが一番嫌だから、普通にドラゴンアロー打ちます。守る OKOKOK でドラゴンアローがどんぐらい入るかだよな。まあ B2 段階下がってて大フォローであのダメージだったら、まあ、ギリ落とせるぐらいだと思いますけど、大フォローだったら半分入ったんだろ、それの大体倍ぐらいのダメージ入ると思うから、毒のダメージがちょっと痛いけど結局これ全部上取ってて殴れるから、まあ、関係ありません。知名度ドラゴンアローで、待て、これあいつあれか、もしかしてニンフィアバックして粘ってくるとかそういうパティーンしてこなかった。はい、ドラゴンアローがどれだけ入るのを見せちゃって、よいしょ。待って、落とせない、落とせる。はい、最強天然を落とせんならもう怖いものなしだろ。はい、これで、今40ダメージだったんでまだ次の毒も耐えますね。でニーフィア角1で落として、で後ろのなんかよくわからないまだ見る強敵も、まあ、全てもう見れている。ニンフィアから来た先制技持ったらきつ。あのさ、いや頭になんかよぎったけどよぎらなかったとしよう。鋼の翼でよぎだろ。ニンフィア先生技ない、ニンフィア先生技ない、ニンフィアが先生技ない、ありえない、だって特殊だもん。電光石火って何？電光石火覚えさせてるやつはもう耐えるよ。だって歯が台数積んでんだもん。よし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 。鋼の翼で吹き飛ばせ、わわわ、よっしゃー。これ毒で死ぬかな俺。絶妙じゃね、毒のダメージ。さっき40近く入ってたよ。立ててて、立てたら世界変わるよ。立てたらお前一番かっこいい世界で、はいお前世界で一番かっこ悪い。まあ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 、そいつ吹っ飛ばしてくれれば、あとドリューズじゃない限りパッチラゴンで勝てるし、うん、ドリューズじゃなければパッチラゴンと余裕。つまり勝ち、頼む。ドリューズじゃなければな、うん、ドリューズ以外だって、つまりは4分の3で勝つってことでしょ。ラータムンゴー、お前は俺に有効だ、一つもないから吹き飛べや。これ強いんだよなマジ。ロトムに対して悪の波動ひるみゲーとかになんない限りは逆輪で、あ、ダイマックスだった。まだ忘れてた、やばい。そうだ、まだこいつダイマックスだったわ。ただ大バーン半減、大3大4分の1、大アークまずくね、大アークまずくね。アークの肌持ってるからオリビとかボルチンとかそういう方じゃね今の。てかせ、あ、すみませんね、取ってる。はあもうお前ほんとバカ。え、お前もういや、ありえねえこいつ。張り切りすぎてんだよお前。いやもうあり、はあ、このダメージが半分入ったら実質俺の勝ちってことでいいか。このダメージ半分入ったらな。おー、勝ってたじゃんこれしかもないはい、それではラストやっていきましょう。相手のパーティーなんか見覚えのないカニいるんだけど、まあ、あいつでも頑丈特性持ってて、殻を破るを覚えてロックブラストを覚えるから、気合のたすき持ってるパルシェンよりも厄介なんだよな。道具持たせれる気合のたすきパルシェンって感じだから、一応警戒しとこうが。いや、てかもう決めたわなこれ。最強のポケモン使ってんのに勝率悪いと思ったからもう決めた。ドラパルドの活躍させるとか考えず、まあ、前々回教えたこのねエルフンパッチラゴンドラパルドの並びでいって負けるやつはもうポケモン向いてない。これ引退するわこれで負けたら。黒アトムさん対戦よろしくお願いします。輝いてる。これマジで、まあでもなんかクリスマスなんだかんだクリスマス、まあ、今回もヒリアかみたいな感じで言ってましたけど、あ、破れてきた。これ殻破ってるな。え、これ殻から破ってくるじゃん。俺に対しての一番のクリスマスプレゼントはやっぱりこういうクリスマスの時でも俺の動画を見てくれるお前たちがいるってことかな。よかったら高評価よろしくお願いします。さあ、いや、頑丈潰す意味合いで宿り木から入っていくか。うん、宿り木ロックブラスト打たれるんだよな。まあ宿り木でいいかな。どうしよう、引くことはないだろうからな。こいつがロックブラがあるせいで、だったら上を取れる追い風の方がいいのか。いや、どうしてムーンフォース大したダメージ入んないから、悩むな。さっきロックブラストなんですよこれ。相手殻を破ってからの行動ってだから殺されるんですよね。いや、ムーンフォースでいいや。ムーンフォースで相手が殻破ってきた場合は追い風巻いて、さらに上を取り返していき、あ、いいダメージ、いいダメージ、さすがシーブリ。はい、案の定殻を破った。相手はここなんかさ、初めて俺 3D で岩パレス見たけど可愛いなこいつ。わりかし好きな見た目してんだよな俺岩パレス。地層ボーリング追い風巻いていきましょう。で、追い風巻くことによってドラパルドで上を取れるから、岩パレスは殻を破っただけの哀れなハムシ。ロックブラあるよな。シザークロスなわ、シザークロス打ってくるわけないし、ダイマックス切ってきたら、あ、てかこれやばいね。ダイマックスイワパレスやばいね。殻破ったらこれだ、素早さ速いし、砂まいてる状態で、あ、これやばいな、かっけえ。だから砂も負けるんで、俺のタスキを潰しつつ自分の特防も 1.5 倍にできるっていう。しかも泣き声キモい、おまけ付き、かわいいかわいいこいつ見た目。ただ追い風のターンがむしろ一旦伸びるから、それは俺にとってはありがたい。第6区ロックブラスト外すよりもこっちを選んだんでしょうね。はい、これまた一撃耐えるか、砂嵐のダメージを知ると。ダイロック打てるポケモン強いんですよね、岩ポケモンで。だからギガイエスとかもかなりちょっと注目していて、あいつ突撃チョッキとか持ったらマジで特殊方面に対してカチカチになる、かつバンギみたいに4倍弱でもなく B はバンギと同じぐらい硬いんで、まあ、言うことなしという感じで、こっちもダイマックス切らないときついかな。まあ、相手引いてくる意味はないので、一応後ろ見て、まあ、鋼通りますね。いやどうだろう、普通のドラゴンアローって落とせるかな。 B 下がってるから、いや妥協するべきじゃないな。もしそれ落とせなかった時返しが怖いから、相手ダイマックスと殻を破ってる状態でダイマックスしてたらさすがに引いてこない。さあここただアーマーガーが次出てきた場合が若干きついから、ダイマックスターンが無駄になってしまうんですよね。その場合はすぐパッチラゴンに変えて電撃クッションしてお茶を用意してください。鉄壁1回積んだぐらいじゃ止まんないと思うから、はい、ここをとにかく突破することが大事。よかった、抜いてた。はい、大ステルで弱点をついて脅した。オッケーオッケーオッケー。しかも B1 段階上がるから、こうやってバンギラス出してきても全然見れるぜ。このね B1 段階自分で上げれるのと大ドラグンで相手の栄養を下げれる2種類のね耐久の仕方があるから、 H に振るの俺悪くないと思うんだよ。ダイマックス前提なら絶対 H に振った方がまあリュウマイ覚えさせてね、素早さを補っていく残り2体ロトムとかだったら大丈夫。やっぱアーマーがいますよね。これミラーアーマーでこっちの防御力下げられるで、プレッシャーと緊張感出なかったからミラーアーマー確定なんで下げます。素直に相手後ろ地面タイプいたかな。ドリューズはいなかったと思うけど、まあ、命の玉だから会話聞くからね。電撃食っちゃうしぶっぱでいいかな。お前返上名誉挽回羽休め。オッケー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 。受け切ろうとしてきましたね。まあ、それ一番アドだな。相手地面タイプいないってことは俺がモグモグするだけでお前の引っ込めた。受けられるやついます。電撃食っちましよ。それね、なんと後出しバンギラス振り方してるんですけど、これ飛ぶんすわ。いけやばすぎるB130 だぞあいつ。これさ、電撃調子って交代に対してちゃんと効果乗ってんのかな、わからんけど。さあこれでいやよかったわ、ちゃんとお前役目を果たしてくれた。まあ、このようにして今回ね皆様に何が伝えたかったかというと、まあ今日多分これ朝上げてると思うんですよ僕動画まあいつもねゲームは朝上げてるんで、つまりはお前ら俺の動画朝見て夜幸せな思いしてこいよ。いってらっしゃい、メリークリスマス、いいお年を。